ちょっと今日は、へ、僕がミッチのためにナポリタンをすげえ食い気味だ。ほら、これ完成です。オバナディラポリナポリタン、オバナポ出来上がりました。もうカトラリーはもうあんの、はい、お、来たうわ、ちゃんとしてるじゃん、ちゃんとしてるじゃん、わぁ、ちゃんとしてる、まずはちゃんとしてるわ。これ、いっぱい食べたい人、うん、ありがとうございます。まだ一斉に来るからね。ていうかさ、ソーセージの量がすごい。持ってきて、持ってきて、どんどん持ってきて。失礼しますね。ああ、ここで削る、はい、なるほど、あ、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか。オバナポリでございます。オバナポリです。抑えめにねって言ったから。うん、ちょ、見てよ、この至近距離。パルミジャーノばっかり見ないで。どうぞどうぞ、もう削った人からどんどん食べてください。はい、料理はもう出した瞬間が一番美味しいですから。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。チーズを持って、いただきます。おいしい。なんか想像してたよりも甘みが深い。ここ誰の席？タックの席。俺の席。開けといたの。ありがとう。シェフうまい。どう？シェフうまい。めちゃくちゃうまい。あの、だからなぜマヨネーズかがわかる。わかった。うん。マリネさせて。マヨネーズの酸味も感じるけど、全体として甘みが深くて、なんだろう、ただのケチャップじゃねえなっていう感じが。あー、作ったぜ。校長、これでこの味が OK だったら俺調理師免許もらえないですか。あげたいね。もらいたいね。うん、ね、美味しい。うん、うん、この辛みは大丈夫。どこも大丈夫。タバスコプラスしない派だけどね、うん、マリネさせるところに最初からあのタバスコを。そうなんだ。そうだから麺に味を吸わせる時点でちょっとだけ辛み入れました。この上にチーズをさ、のっけてるっていうアイデアは何？たっくん考えたの？うん、トマトソースだから、うん、ナポリタン、うん、トマトソースだったら絶対パルメザンチーズだけじゃなくて、うん、パルメザンとモッツァレラ、うん、両方あっていいなと思って、うん、さっき木下くんに買いに行ってもらった。木下先生みんなの大人気なんだって。そうなんだ。だって一番最初、うん、サポートのスタッフで来てもらった時、うん、今みんなが木下先生って呼んでる、うんうん、彼がみんなと同じ生徒だったから、俺小野先生とは20年以上、本当、うん、お世話になってるから。そう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 、ビストロで。じゃあほら、先生になる彼、だからやっぱりさ、いずれドラマの現場に参加することになるんじゃん。いや、そうですね、うん、セットの裏でなるべく音を立てないように作るんだ。
作ったものをすぐ食べるってなんか不思議な感覚だね。人に作った、人に作ったはずなのに自分で食べてるって、うん、変だな。美味しいです。ね、そのそれもったいなくて食べきれないかもしれない。あとほら、さっき言ってた、何か質問がある人は積極的に質問どうぞ。ちょっと待ってね、まあ、これだけ置いてきちゃう。はいはい。前と横はダメだ。テレビで食べれないんですけど。手ぬぐいを取ってきました。なんか見覚えの。はい。これあのおばなナイフを作ってくれている高村三兄弟の手ぬぐいです。それこそ。お料理をされるんだったらいつかあそこの刃物を持った方がいいと思います。うん、うん、うまっ。さあ皆さん、木下先生です。イエーイ。盛り上がってる。先生、生徒たちに大人気だって。いや、とんでもないです。今いつも授業楽しんでるんだもんね。楽しいです、本当に。結構ギャグが滑り気味だっけ。汗かきながらやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにたっくん、この子たちは、うん、明日が卒業式らしいです。聞いたよ。すごいよ。卒業してどう、まずはどうすんの、みんなは。もうそれは決まってんの。あ、決まってんだ。ここに来たことがちゃんと活かせる場所。いいね。いいよね。すごいな。パティシエをやるの？いや、僕はホテル就職で夢の夢の国。あ、夢の国。すげえ、就職先が夢の国って半端ないね。配属がまだ分かんないですけど、僕もホテルのどれかに。で、デザート担当の一応希望してて。ああ、そっかそっか。配属わかんない、うん、でも全て希望が通るとはね、うん、限らないからね。そこの対応力だよね。そうですね。でも卒業式の前にさ、こういう企画があってよかったね。なんか思い出になるよ、ね、なんか変な卒業祝いになっちゃったね。ナポリタン。この間もだから、うん、ミッチーと一緒にグランメゾンの撮影をしてたんだけど、その時すごい思ったのが、やっぱこうちゃんと評価されてる人っていうか、あの今回ほらドラマだから、うん、ミシュランとか、うんうん、星の数とかっていう風にものすごいこうドラマチックにしたいからそっちの話にも触れてるけど、うんうん、どれだけ真剣に何か、何かこう思いやりという最終的なスパイスを入れて作るかによってもう完全に味って変わってくるなと思って、まあね、うん、だから星が全てではないと思うけど、何、うんうん、だろう、卒業される皆さんに一日早いあの送る言葉になりますけど。皆さんそれぞれの個人個人にしかきっと持つことのできない思いやりっていうスパイスをしっかり、それはデザートももちろん含め日本料理も含めしっかり持った状態で卒業してほしいなと思うし、なるほど、それをしっかり使って調理すると間違いなく出来上がりは変わってくると思うし、それだけは忘れずに持った状態でここを卒業して次の目的地に向かってほしいなと思います。おめでとうございます。すごい、なんかいい話になっちゃったね。、うん、まあ、普通に僕がゲストっていう回なんだけどね。俺も感動しちゃったよ。ミッチーにナポリタンを作るって言ってここにお邪魔したら、
ミッチーがこれだけのみんなをナンパしてきてかつシークレットで高村三兄弟も来てて、ね、そして校長が真ん中に座ってました先ほどのね、木村さんの話に校長の送る言葉ですよね。そう、ぜひ使ってくださいで、ここに座ってるメンバーはその話が始まった時に若干下向くかもしれないすごい感触だね、みんな、うん、もう問題ないけど16人前にはちょっとびっくりしましたでも自分が目の前でフライパンの中でやることを、うん、それこそ木下先生が俺のやることを見ながら俺と同じことをフライパンでやってくれてたから、うん、同じタイミングでバッて出してた、うんうんうん、誰のレシピなんですか？思いついただけ、思いつきで入れて美味しいタバスコ入れたのとかも、うん、とりあえずやってみようみたいな。そう、もちろん味は当たるよ、味は当たるけど、あ、やっぱり美味しいなっていう。すごいセンス、やっぱ食べ過ぎるかな。なかなかもらえない内緒でねみんな卒業したら自動的に免許はもらえるってこと？免許が持ってるってすごいよな、中型二輪と車しかないわ。だって大型持ってるでしょ。大型バイクは取った。そうだね、うん、あと一級船舶は取った。え、そうなの、うん、調理師免許だけどなかなか代々木高校っていう高校があって、だから定時制もやってたんだけどそこに行ってた。だから同級生におばあちゃんとかいたわ。この学校でもありますね、いろんな年代の方いらっしゃって。そうか、別に年齢関係なく入れるんだ、はいはい、入っちゃう。それでさっきレシピ聞いてくれたじゃん、レシピって著作権ないから美味しいって思ったらそれを作っていいんだよ。そうだよね、うん、劇中の中で相沢のアイディアで作ったあのサラダあったじゃん、うんうんうん、ああいうだからアイディアすらも、あ、これ美味しいじゃんと思ったら誰でもやっていいから。なるほどね。その代わり手間とコストはもうバカじゃないのっていうぐらいかかんないと、そうだよね、あそこには行き着かないと思うけど。我々は演じてるだけだけど、なんだかすごい料理が出てきましたよ、いろいろと。あ、キリがないですよね、その美味を追求するっていうかさ、うん、ね、その調理も素材も全部さ、いくらでも可能性があるよね、料理って。まあ今はこうやって一緒にお話できるようになったからいいけど、うん、コロナで飲食の人たちは相当痛い目見てるから、うん、もう一回卒業の言葉になっちゃいますけど、ね、パート2で飲食のパワーダウンしたところに新しい戦力として、うん、新しいパワーとして、うん、みんなにはなってもらわないと、うん、やっぱり料理を作る人にパワーがないとみんなに元気がなくなっちゃうでしょう。確かにね、うん、だからみんなのことを元気にしてほしいなと思います。ありがとうございました。校長、今のとさっきのやつをあの明日2個とも使ってください。はい、今日楽しかったです、うん、なんていうんですかね、こう距離感を感じないっていうか、まあもともと仲はいいんですけど、最近撮影もあって、あの、なんだろう、一緒に空気吸うのが当然みたいな感覚があったので、はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、一緒に時間を過ごして間違いなく楽しい時間になるミッチーなので、はい、またなんか機会があったらご一緒させてほしいなと思いますし、本当に今日は皆さん、ゲストも、生徒の皆さんも校長も高村三兄弟ありがとうございました。卒業おめでとう、卒業おめでとう。